はようございます。今朝の3時45分です。おはようございます。金魚飯酔い恋なんとか病気とか虫とかね、いろいろあるんですけど、なんとかやってます。まあ薬と塩をいつも5キロ買うんですけど、結構すぐなくなります。あと薬もしょっちゅう買ってますね。まあでもまあなんとかなってるっていうか、錦鯉の方もね、まあ子供す、あの今まあ順調とは言わないですけど、美容器もいるんですけどね、まあなんとかなってますね。ちょっとこれ今電気消してんのね、あのね結構明るいね、やっぱ嫌うんでね、すごい濃い電気つけるとね怖がっちゃうんですよね。だからあんまりつけませんね、西尾の水槽に最近。なあ病気もでもやっぱりね順番でなりますね。あ、ならない子は、あ、今ちょっと部屋の電気でちょっとつけますけど、まあ、部屋の電気は平気なんですけどね、水槽の照明作るとねちょっとでも明るいと思うね。あれですね、びっくりしちゃって泳がなくなっちゃうんで、まあ今ねこんな感じで、あのこれこないだ買ったクモ、あなんかクモン流黒いやつも、もう元気ですね。ただ口色ちょっと赤くなっちゃってんですよね。ちょっと外でね治療したんですけど、治療をしてたんですけど治らないっつって、なんか中の方がいいかなと思って今逆にね中で治る場合もあるんでね、難しいですね、どっちがいいんだか。まあ外の方がいいと思うんですけどね。でも外だからって絶対治るわけじゃないんで、フロチアのドイツのヒレナガをめちゃくちゃ調子いいですけどね、この子3日穴あきになったんですけど、でも穴あきの子ね結構ね何匹かねもう治ってる子もいるんですよね、この薬で。まあこれだけじゃないですけど、まあ塩を入れたりいろいろやってますけど治ってるのもいますね。やっぱね早めだと、早めに薬塗って、塩入れたりいろいろイソジンで消毒したりやって、結構ね完治したのもいるんで、まあでもあんまひどくなっちゃうとも無理ですよね。こっちもまあ特に問題ないんですけど、金魚もでもたまにね虫がいるんですよ最近ね、取ってますけど、ちょっと薬入れようかなって感じですね。あの虫を殺す薬、あのウオジラミでしたっけ、ちょっとあの多分ウオジラミってやつだと思うんですけど、金魚にねくっついてるんですよね、血を吸うやつですね。風結構目立つんでよく見ると分かるんですけど、赤くなったりするとその赤いところに黒いのがくっついてるんですよね。まあそれはちょっとピンセットで取ったりしてますね。おう、まあ西尾も本当はねちょっと欲しいのとかいるんですけど、今ちょっと怖くて入れてないですね。病気もそうだし色落ちしたりもしてるんで、あ、これ亀ですね、ウミガメですね。ちょっとね面白い魚をね今いろいろ考えてますんでね、あの
近々探してきます。ありがとうございました。またお願いします。ご視聴ありがとうございました。